レッジだエイグジットです。エイグ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 ジットエイグジットでーす。始まりました。さあ始まりました。今日はやっちゃう感じだ。やっちゃいます。オッケー、行こう。後半に仲良すぎるドッキリ仕掛けてみたー。ウェーイ。いやもうブチギレドッキリとかもう嫌な思いするから。そうっすね、ちょっと古いっす。もういいわ。後輩が言う時に僕ら喧嘩を始めて、うん、マジっすか、やめてください、やめてくださいみたいな、見飽きましたね。もういいかね。で、後輩に対して切れたりするのも見飽きましたね。なんかね、謝って泣いちゃったりした時にてってれ、見飽きましたね。同じような思いした人がね、嫌な思いするからね。嫌な思いするっていうね、ドキドキするんだよね。ほっとして泣いちゃったりとかね。そうそうそう、別にね、まあいいかってなってるから、ね、仲良すぎちゃう。うちら仲良すぎちゃうのを後輩の前で見せつけて、うん、3アウト、はい、3ツッコミされた時点で終了です、うん、そうですね。ただそれがない限り、うん、我々はずっと後輩たちの前で、うん、いっちゃついてます。きしょしょ仲良しでしょ。仲良し、お笑い芸人ってこんなことしないなって、うん、で、うん、兼近くんがね、うん、面倒見てる泥水すすりたいっていうところ、はい、新しく世界クジラというコンビが入りましたんですけども、はい、全然ファンつかないんだよ。まあこれからそれはつけて、ああ全然ファンつかないんだよ。 YouTube からつくかもしれないし、だからフォローだけしてあげてな。泥水すりたい。でそこの関係性だったら、まあ、兼近さんのことまだそこまで知らないですよね、うん、入ったばっかりだから。俺とはまあご飯とか何回か行ってるけど、まだ深くは知らない。そうですよね。ましてよ、で僕といるとこを見たことない、見たことないから、だからコンビ愛、コンビ仲いいよねって言われてるイグジットさんって、うん、普段こんなの気持ち悪い。嘘でしょ、絶対同期に喋ろう。この間 YouTube 一緒に出してもらったんだけどさ、聞いてくれよみたいな、距離とか変に近くちゃう。なしやなとか言われたら、うん、もうダメっすよ、ね、もうそれだ。3回言われたら終わり、うん、付き合ってたのカップルか、あんと。できないじゃん。だからボケだと思われたらダメです。そうそうそう、ボケって思われたらもう終わりです。オッケーです。というわけで、ロッキーヒョッゴー、ヒョイゴー。よし、じゃあ勝手にお悩み相談、うん、では行っちゃいましょう。はい、はい、では回します。はーい、はい、オッケーです。よし、お願いします。ビンドとキャビチンイグジットシェケンの最終イグジットチャンネル。さあやってまいりました。今日の企画はなんだい。今日はですね、教えてイグジットの勝手にお悩み相談だよ。俺に言ってどうすんだよ。俺に言ってどうすんだよお前。勝手にお悩み相談。受けすぎ受けすぎ、おい、俺の天才的なツッコミ受けすぎ、天才すぎるな。おもろいな。受けすぎだろ。おもろすぎる。よかった、ほんとこの人と見て。あー最高だ。いやこっちのセリフだわ。いいですか、企画説明してください、企画を。それでは…ウケすぎ、ウケすぎ…おもろすぎる。おい、左チブさ、おい。俺の性感帯だったらどうすんだよ、お前。性感帯だよ、お前。なんで知ってんだよ。おもろすぎる。めでるな、めでるな、お前。愛犬か、わしの愛犬か。ちゃんと俺の言った通りにできてるね。素晴らしい。いやということで今日はですね、後輩を勝手に呼んで、お悩み勝手にあるってことにして、座らせて、絞り出してくれるんで、絞り出してもらう。普通はね、はい、悩みがあるんですけど、相談に来てそれ乗る、うん、どっちでもいいよ。呼んで勝手に、そう、いっぱいあるんだよねっていう。あ、なるほど、そういうスタンスですね。悩みをそして、うん、何でも解決できる凛太郎さんにお願いして、はいはい、バッと決めてもらうという。なるほど、わかりました。いつも通りのチャランネルですわ。はい、はい、じゃ早速、イエスとは僕の後輩で泥水すすりたいというグループをやっている高井くじらのお二人です。お願いします。お願いします。
すいません。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 いやいや。こっち、俺のそっちとも見やすいかな。こっちもいいか。確かに。真ん中っていうよりは、こっち、俺がこういう人にちょっとずれても入ってた。こっちの方が見やすいか。よしよし。こっちの方が近くに行けるんだね、コンビで。おらっす。そうですね。コンビで近くに行けるから。オッケー。正解こちらお願いします。どうも、世界クジラ村田です。はい、ピーナッツバターです。泉です。泉です。よろしくお願いします。すごいよ。パンに塗ったのかお前。ちょっと待ってください。ごめんなさいごめんなさい。そんな仲いいんですね。長い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 。楽しそう。羨ましい。今日もう2人で完結させたかった。なんでじゃあ呼んでくれたの。邪魔だとしたらいる程度2人でわちゃわちゃして邪魔してるみたいになってる。最強におもろい人だから、この人がいれば全部まとまるから。すごい。ボケがおもろいからツッコミがもっとおもろくなる。いや、まあそうやって言ってくれるだけでもう、もういい。俺はもう今日ちょっともうのろけ勘弁してください。やめてもらいます。さっき僕らライブであんまうまくいかなくて喧嘩したばっかりなんですから。そう、マジ。ちょうどない悩みばっかりですよ。じゃあちゃんと悩みできちゃったんだ。できちゃいましたですよ。あ、そう、はい、なんだ。5年目だっけ。5年目です。5年目です。ここは どっちの年齢はどうなってるの。僕が29です、うん、お僕が27ですね。ああ、はい、じゃあ NSC コンビ。 NSC で知り合って、まだ結成も1年ですね。はい。あ、組み立てでね。組み立てなんですよ。組み立てで喧嘩してちゃダメよ。まあね。今一番楽しい時期じゃん。そうですね。そうですね。まあ1年。俺らで言うスキャンダルぐらいの時だ。そうですね。楽しかったですか、スキャンダル時代。楽しくて楽しくて。今それの200倍楽しいけど。超よ。200倍。希望しかないじゃん。夢追いかけてた。笑い合わせで爆笑してたから。あの頃からめちゃくちゃいいっすね。脳喧嘩で。まあちょっと離れてるってのもあるんだけどね。はい。現実がね。離れてなくても仲良かったかも。絶対そうだよ。マジで俺ら結構仲良くしてたから。ずっと。まあね。すごい。僕らも仲いいんですよ。あ、そうなんですか。基本仲いい。それこそ本当にだからネタ滑った時だけ、うん、まあ、反省してると熱くなっちゃうってことだから。ああ、ネタ滑った時が一番仲いいよ。一番だっておもろいじゃん、滑った状況って。ああ、ネタ滑ったらリンさんはネタ、はい、飛ばすなよ。一緒だ。一緒。僕も結構あります。いや、焦るよね。焦ります。なんかあれ、いつもこの感じでもうちょい受けあったのに今日弱っとかなると、みたいな。ああ、テンポになる。一緒だ。こいつは受けすぎるとネタ飛ばす。え、あー、一緒です。一緒です。一人口。すごい。じゃあ、やや受けじゃないとネタできないんだ。そうそうそう。あともう本当に何も考えてない時とか。そうね。無償の時ね。力がすごい。なるほどね。もうね、ネタ受けすぎると意味わかんなくなるんだよ。え、そんな面白かった？うん。って言いたくなるの。そうなんです。僕楽しくなっちゃって、そのうわーって言ってたら、またね、そう、もう一個ボケのして、台本にない。ああ。ボケで、そしてなんかそれがあんまりやつなんか。今どこだったっけ。ああ、ある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 ですよ。でも1年目でそんなアドリブとか入れるのすごくない。コンビでね。うん。いやそこはやっぱ信頼感ですね、僕らの。ああ、そこはちゃんとあるんだ。あ、もうやっぱ基本仲いいので。なるほど。こんなナチュラルに相談っていう形で大丈夫だ。全然こんな感じでいいですか。うん。あ、いいんですか。マジ心地いいもん。うん。え、この空間が。あ、本当ですか。ヒーリングミュージックみたいな。そうそうだね。それはいいんですか。めちゃくちゃ眠たくなってる。それは癒し効果あるからね、稲田さんの声って。本当ですか。え、でもちょっと一番の悩み違うんです。え、これじゃないの。違います。何なんだよ。全人気出ない。あー、そうなんだよ。これマジですね。え、でもドロミズスルイタイ、はいはい、サンタモニカだけじゃない。今あ、気づきましたか。呼べる。あの時期終わったの。なんか続出したらもう無条件で人気出る。あ、もうなくなった。気づかれた。え、マジ気づかれました。気づかれたって何。気づかれた。だから僕らもその時はドロミズスルイタイじゃなかったんで。そうでしょ。気づいてました。そうでしょ。あ、やっぱすげえって思ってましたよ。あ、もうね、いないのよ、無条件に応援してくれてる人が。あー、え、だからもう地型で、自分で。じゃあさ、その、そこを応援してた人は何してるの今。何してるんですか今。神保町花月に入り浸ってるらしい。あー、え、
なるほどなるほど。でもまあ俺らの目的としては、作戦は実は成功してるんです。その入り口としてもらって、いろんな芸人さん見てもらうっていうのはそうできてんだ。なるほど。だからいろんな芸人さんすぎて、泥水ボーナスみたいなのがなくなっちゃったんだ。そうなんだよ。だからボーナスがなくなったタイミングで僕らは、そうだから俺の作戦は、俺の同期たちが神保町花月でトップで頑張ってるじゃん、はい、あいつらにいい思いしてほしいから、はい、後輩を使ってお客さんをいっぱい神保町花月に送り込むっていう作戦だったのね。もうそれは成功したから、はい、今惰性でやってるんです。マジかよ。マジ惰性加入してるじゃない。変なタイミングで入って、変なタイミングで入って芸歴5年目で入って、そう、でもいい活動です。そうでしょ。盛り上がってるから、神保町花月そっちで完結しちゃいます。そしたらこっちの悩み解決しないで、神保町の悩みだけ解決して、それってボーナスなしで持ってかれてるんだ。ボーナスなしでバイト辞めさせられた。はい。今どんな感じ生活。いやでも、いやまだ8月僕ら加入させていただいて、まだ8月分のバイト代はあるんです、9月。あ、そっかそっかそっか。来月がとんでもないです。今月までは大丈夫ですね。入りはどんな感じ、増えた感じある仕事は。あ、うん、どうかな。いや全然今ゼロ、全然ゼロ伸び、はい、ゼロ伸び。でもね、それこそスポッチャ一緒に CM とかやったら、それが入ってる、まあ、僕らが入る寸前で、ね、だなんか本当にやめる前の惰性加入が確かに。そうだから、なんか美味しい思いをさせたいんだけど、いやいや、うん、だからそっか、なんとかファンの皆さんが応援してくれれば、うん、俺助けよっか、なんかえそのカネチを応援してるんでしょ、うん、はい、応援してます。だったら俺が応援してるのも、ね、結局リンさんなのよ。ちょっとリンタロウさん、リンタロウ軍団です。これこんリンさんこんな言うのもあれですけど、だってこれまあちょっとあれ、もしかしたらあれかもしれないですけど、うん、実はリンタロウさんの引っ越し手伝ってます。はい、リンタロウさんにはお会いできませんでしたか。はい。いつ言えるかいつ言えるか。勝手に手伝って勝手に手伝ってます。はい、え、マジ？勝手に手伝いました。はい、マリーマリーの増田さんと結構よくしてもらってて。一人ちょっと手伝ってくれということ。これはもう面倒見てもらうしか。いや羨ましい。え、じゃあマリーマリーと住んでるの。いや住んではないですけど、めちゃめちゃ仲良し、普通に仲良しで、ちょっと一人手伝ってっていうので僕呼んでくださってっていう感じ。小遣いもらったんだ。小遣いでも増田さんがずっとご飯とか。え、二人分あげてる。はい、もちろん。ああ、びっくりした。今びっくりしましたよ。マスダやってみっと。マスダさんでもらいました。びっくりした。めちゃくちゃいただきました。違うとびっくりした。マスダやってみっと。先にやばい話しないで。変な感じだし。順番おかしくなっちゃった。面白い。ね。でもそうやってやってることでさ、なんか。今、手つなりました、今。え、今手つないでましたよ。え、気づいてないですか。怖っ、え、こんなんしてた。手つないでましたよ、今。わかんない、普通すぎて。え、え、どういうこと。超えてるな、仲いいとか。何が、え、嘘、今何夢。別に、あ、始まる前から。本当ですか。まあ、それぐらい悪い。よくやってんだけど。え、え、なんかその、面白みたいにしないです。当たり前すぎて普通だから。あ、そうなんですか。面白みたいです。え、聞いてない。はい、その泥水のメンバーとか聞いてない。聞いてないです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あれ、突っ込んじゃダメだよとか聞いてない。聞いてない。聞いてない。あ、普通なんだもん。そうそう、こう…まあまあ、受けた時とかいつもやってやってる。受けた時とかやってる。当たり前だ。受けて始まる前、回す前も絶対いろいろやるし。え、そうなんですか。ズビは当たり前だから、もうそのツッコミどころじゃない。すいません、当たり前すぎて。え、ギリギリ隠した方がいいかもしれないです。その怖い。ポンポンポーン。よいしょ。あ、ちょっと失礼しました。ほんとこれ、あ、ありがとう。はい。よいしょ、いいな。マシさん、ちょっと待ってね。え、少々お待ちください。はい、はい、神保町の楽屋。え、俺にしてくれ。え、短パンじゃん。あ、そっかそっか。やってもいい、寒いもん。寒いもんな。特にエアコンは冷たい空気下行くからね。ああ、体冷えちゃう。短パンできちゃう。確かに、特にしてくれる。全然する。周りから何言われるか分からない。全然する。俺ら、もう超えたもん、そんな。とっくのと。周りの目線とかも気にせず。どうだっていい。大切だもん。強い。
あれこれ回ってますっけ。まだ回ってない。まだまだ気持ちを言っただけ。ただえ、滑って喧嘩しちゃったの。いや、まあでも滑ったらというか、毎回ネタであんまお互いどっちかがダメな時とか絶対あるじゃないですか、うん、その時にあここ反省してって、うん、本当に反省がそのまま普通に何事もない時もあれば、うん、いやあれダメでしょとか、うん、お互いで、うん、でも、うん、例えばネタ飛ばしたとしてうまくいかないとするんで、はい、そしたらそれはそれをカバーできない俺のミスでもある、うんはいはいはい、だからお前あそこもうちょっとこうしてって求めてるうちは、うん、あんまりまだまだかも。そうね、なるほど、思えてないもん。自分だけいい思いしようとしてるって。なるほど。結構噛み癖があるんだけど、はいはい、噛んでしまうようなこう気持ちの状態で漫才をさせてしまってるのせいでもある。確かに、うん、それ思えるのね。リラックスは足りないんだよね。そうリラックスさせれてない。出る前にだからそう抱擁したりとか、はい、それでキスしたりとかするわけじゃん。それさ、はい、そういうことしないと気持ちが落ち着かない。俺は緊張してるってことだもんね。そうだからそういうふうに落ち着かせてやってあげることでどんどん良くなっていく。薬指え、薬指触ってた。待ってます。回します。回します。はい。はい。ではお願いします。はい。えっそっか。はい。でも出会ってまだ1年ってことでしょ。いや。2年。NSC からなので。そうです。同期なので。まあ5年が経って。はい。経ってます。経ってます。あ、そうなの。芸歴5年で、はい、それまで別のコンビで活動してて。はい、あ、そうか。はい。なるほど、ね。ずっと NSC の時から仲は良くて、うん、そうですね。もうなんか切磋琢磨じゃないですけど。うん、お互いのコンビをこう見ながら生きてきたみたいな感じです。あー、はい、で、こいつお互いにおもれえなって思ってた。まあちょっとこれ僕に言わせてほしいんですけど、最初に。はい、はい、あの僕、うん、ほんと養成所入って、僕正直経験者だったんですよ。おー、大学お笑いの。あー、出た。で、割となんかその一生懸命やってたので自信はあったんですよ、うん、で、養成所入って、うん、まあ正直あんま周りというよりは、うん、まあ俺は売れるんだみたいな感覚で入ってるんですけど、うんうんうん、ネタ見せん時に初めての、うん、ちょっとこの村田がいて、うんうん、村田がその時まあ友達と組んだコンビが出たんですけど、うん、その時に一斉なんかツッコミ一個パッて聞いて、大事な話してますよ結構なもうちょっと待てませんでした俺割とギュッとして喋ろうと思ったんですよそんなキャンプのキャンプ面白みたいなやつ、キャンプ面白キャンプでやってるやつ続けていいのに、これキャンプでやります。これこれキャンプで宿泊学習とかのキャンプで小学生がそのやってる、あれちゃった、あれはお前の文化すぎる。キャンプ面白やめてください。なんか誰も共感してない。子供おちょこだから、子供おちょこしない。子供おちょこっていう大事な話、子供おちょこならあんだけ僕から言わせてくださいとか言って見てくださいよ。気にしなくていいのに。気にしますって。キャンプおちょこ見たらキャンプおちょこぐらい気にする。それで俺ね、俺と組みたかったんだよな、うん、あーしょったしょった最終的にはね、はい、それを見てからそこでめっちゃおもろいってなって、こいつと組みたいなってずっと思いはあったっていう、うん、うんうんうん、うん、はい、早く解散しろ、早く解散しろってずっと思ってたんですよ。ああ、僕の前のコンビを解散した時にもう来たってなったんだ。なりました。力待ちってことだ。じゃあ、まあ、正直そのやっぱ組みたかったんで。ああ、うわーすごいな。いや嬉しいですね。それ僕もでも一番面白いとは思ってました。え、ええー、今でもそれはもう間違いなく思ってます。まあ同期の中でだもんね。同期の中、あ、はい、同期の中りんたろさん含めたらもう話になんないもん、ね、まあまあそうですね。いや負けるなよ、金頑張れ、金ちゅうちょいした、ちょいした、金ちゅうちょいした、頑張れ。じゃあもうちょっと頑張ります。でもいける、まだまだ頑張ります。あと、早や相当修行つまないと全然大丈夫、3ヶ月でいけるいけるって、当たり前じゃん。すごいね。そんなわけないそんなわけないんだから。で、ようやく組めてって感じですね。あ、それか。ちょっと仲良くやってほしいっすね、うん、そうですね。めっちゃいい時いいんですけどね、ほんと、うん、そうですね。まだほんと基本8割9割の期間仲いいです。一緒にお風呂入ってとかしてる。いやまだないです。ええー、違う前だと入んなよ。してるんですかですよ。してるんですか。してないんですか。してないです。結構当たり前ですよ、ね、うん、え、それはまああれですよね、その大衆浴場みたいな。いやいやいや、普通に、え、ちえみんなやってるの。お家で、お家で、みんなやってる。あ、そうなんですか、うん、え、
シャワーしかない部屋とかあるじゃん。あれはホテル、はいはいはい、それを二人で、それもう意味わかんないですけど、ね、したよね、まあ、後ろの人どうしてるんですか。弾いた水を浴びて、弾き水で、うん、かわいそうじゃない。ワンパンした方が嬉しいから、はい、あ、一回当たってるから油分が含まれるから、うん、滑らかになるんだよね、うん、油分で、うん、仲いい。でも鬼越さんもやってるもんね。やってた。あ、鬼越さんもやってるって言ってまずそれから始めようかって3回行きました。あー、やっちゃった。どこで、え、なになになに、3回、3回ボソッと最後、仲いいなって。あー、行かれたか。え、てってれーす。すいません。嘘でしょ。え、これてってれですか。てってれでした。すみません。嘘でしょ。昨日連絡来てね、たくさん相談事考えてきて、はい、まだ全部話しきれてないのに今日がチャンスだと思って、はい、コンビ、うん、仲良すぎるだろドッキリなんかブチギレドッキリとかもういいやと思って、あ、そういう時代じゃないから、はいはい、仲良すぎて、ツッコミが3回入れられたら終了って入れるってさすがに入れるって先輩、突っ込まれたら、はい、そう、はい、待って、マジなのかなとかもちょっと、あでもあんまり言い過ぎてももしかしたら、あんまり突っ込まないなって思ってたら僕もとかやったら、いやマジなんでこっちどの辺からおかしいと思った。いや最初からでしょ。いやでもカメラ止まった時にそのカンシさんがブランケット、そう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 、本当だこれ、あ、あれです、いいな、よし、いいな、足ちょっと待ってね、少々お待ちください、はい、はい、やっていこうかな。俺それ見て、あ、やっぱマジなんだ。カメラ止まってないんだ。そうだから止まってねえし、カメラ、え、回しっぱなしだし、回しっぱなし、え、今部屋あっちいし、ちょっと熱い。それは本当にそうなんですよ。最初は汗かいてた。あと、あんな、はい、その番組とかで、はい、コンビコンビで座ることないの。まあそうっすよね。そうか、普通相談で悩み相談の人真ん中に来て両端俺だから喋りやすいよな、こっちの方がね。あ、そうなんだテレビってって思っちゃってそんなわけないじゃん、本当に。やっぱ俺らは後輩のそのお互いのいいとこのエピソード、はい、あんなつまんないボケ切らない。ちょっと村田がその時、まあ友達と組んだコンビが出たんですけど、うん、その時に一斉なんかツッコミ1個パッて切る、大事な話してますよ結構な、もうちょっと待てませんでした。一番ちょっとおかしいなと思ってた。確かにあれ聞いてくれないかって。ちょっとしょうもなボケ、自分の YouTube で後輩の大事な話、はい、あんなチビボケでいかないか本来は。確かに振り返ればまだ一つも悩みが解決されてない。そう、聞いてるだけだって。何やかんやで、そうだ、聞いてってどこに仲良しボケを入れれるかってことしか考えてなかったんで。なるほど。もう上の空でしたね。あなたたちの相談も。マジですか。はい、あとどこまで行ったら行かれるかなとかも考えてるからさ。はい、あ、でも手はやばいかなと思って。うん、いや手でもびっくりしました。うん、いや手びっくりした本当に。でも一瞬見てみんでもいいし。心配だったでしょ。何見ちゃった。見ちゃった。あの顔。多分俺。顔だったもん。うわ見ちゃった。俺の多分同じタイミングで見てた。あれ。いいんかこれみたいな。面白い。なるほどね。でもそうやってやってることでさ、なんか。今手つなりました、手つなりました今。え、いやだからちゃんとだってギリギリアウトでした。こんな二人してボソッと手つなりました。で貼っていいのかが分かんない。そうなんですよ。あれ手つないでるとかも変やな。どこで手つないでんねん。いけなかった。サバーってやった。しかもぬっとりやったそう。なんかこの感じで、サバーってやった。あれこれマジかみたいな。こいつらそうだなと思った。ちょっとだけ飲み会のあとテーブルの下でやるやつ。そうそうそう、こういういい感じの女の子。一瞬さ俺がこうやったの見ただろ。見ましたよ。俺見てなかった。膝の上に俺が手を置いた。もうだからもうナチュラルにやってんだって。俺爆笑しそうになる。何が何よくこいつ膝触ったのと思って。それを見てるから見てたじゃん。見て何もない。見てよ。言えないっすよ。俺が膝の上に手を置いてたらさすってやってたのよ。それ見てさ
見て見ぬふりダメじゃん。そうね、出来がね、出来がね、話であっても仲良かったかも、ね、絶対そうだよ。おいマジで俺ら結構仲良くしてたから、うんうん、すごいですわ。僕らも仲いいんですよ。あ、そうなんですか。基本仲いい。それこそ本当にだからネタ滑った時だけ、うん、最悪できてたとしてもトーク中にそれおかしいからさ。あの親のセックス見ちゃった時気まずすぎて、もうこうじゃないですか、スッスッっていう。いや思いますよね。だから多分3回目の仲いいのめっちゃちっちゃかったかもしれない。僕らもいじっていいのか分かんなかったから。仲いいってどんな自信なくなってたの。わけ分かんなくなって始まる前に俺がりんたろさん抱きしめたやつとか見てた。あ、さあ YouTube 始まりました。ああ俺やってましたね。え、だからいつもそうだね。ルーティン、いつもそうだから、入る前から仲いいなって言って決めてきましたよ。そうっすね。オープニングキモくなかった。褒め合ってたんだけど、こうなってて、で、僕、なんか試されてんのかなと思って。正直、なるほどね、ツッコミをね。そう、ね、そう、長いわとかで入ってくるのを期待されたのかなと思って。にしてはヘビーな、長ヘビーな、こいつが、すべっすごいんしやがって。井口ちゃんの勝手にお悩み相談だよ。俺に言ってどうすんだよ。俺に言ってどうすんだよお前。勝手にお悩み相談。受けすぎ受けすぎ、おい、俺の天才的なツッコミ受けすぎ。天才すぎるな。シンプル笑ってて仲いいじゃない。じゃあ仲いいでしょ。状況がおもろすぎて誰が見ていて、ちょっと緊張しながら見て、でそれにつなげるように僕らは今仲悪くて、はい、いいから仲いいから数珠つなげて、やめてくださいよ、数珠つなげておくみたいに。恥ずかしいさ、全部恥ずかしい。俺はくしゃくなことしちゃったよ。くしゃくなって、何で笑ってたんだっけ、オープニング何が面白かったんだ。天才ツッコミとか、天才ツッコミ、天才ボケって褒め合って、俺に言ってどうすんだよって言って、めちゃめちゃ言ってたみたいな。あんま言いたくないですけど、大したボケとツッコミなかった。申し訳ない、そんなこんな後輩が言うのもあれでしたけど。それでさ、俺がめっちゃ爆笑してた。めっちゃ笑うな。なんか2年目の時にああいうコンビいたなとか。懐かしいな。こういうやつらいたなとか、ね、思っちゃそうな。女コンビね。女コンビ。めっちゃ仲はいいけど。NSC 卒業後に解散する女コンビみたいな。とにかく明るい。あーおもろかったなんだキリスか。というわけで、世界クジラの悩み、一番はファンがつかないです。やめてください。皆さん頑張ってるんで、してあげてください。一回そのこれ見た人は本当一度でいい、都内の人はおきつけだけ一回してあげてください。お願いします。確かにね、おきつけだけでもゼロが出せるかと思って、おきつけね、騙されたと思って、それで思んなかったら言えばいいから。そうですね、思んなかったですってツイートして、ツイートしてください。それはでも責任持ちます。僕らもね、すごいよね、自信があります。さすがです。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、EXIT チャンネル今日はここまでです。はい、クジラ本当によろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録とコメントしくのよろどろです。お願いします。終わっとがひゅあーあーよく頑張った。ありがとう。仲いいな。仲いい、仲いいわ。自信満々に今なら言える。今なら言える。顔も作ってる。そう、仲いいな、言えますわ。終わっとがひゅいこう。ありがとうございました。世界クジラありがとう。ありがとうございました。チャンネル登録しくよろたろん。お後がひょいがん。バイト何やってたの。バイトは、歌舞伎町の、ゴールデン街ってところ で、 あーでバーテンダーじゃないですけど、一人で店立って、しそう、はい、ちょっとお客さんとっていうのをやってましたね。言われてます。そういえば兼近さんにすぐ言われたんですよ、会った瞬間に、はい、夜の匂いが取れてないって。それ俺も最初言われた。え、うん、マジですか。それって分かりました、自分で。分かんない。なんかちょっと喋ってて相づちいいねみたいになって、夜働いてたって聞くみたいな。すごいさ、その人を見抜くっていうセンスがめちゃくちゃあるから、はい、はいはいはい。だから、うん、まあ、隠してもバレちゃうし。そうですね。嘘ついてても変な話、全部面倒見てくれるから、うん、とりあえず全乗っかりでいいと思うよ。はい、本当ですか。どのぐらい乗っかっていいかちょっと。もちろんさ、自分の活動は一生懸命やって、はいはいはい、結果そのチームに属してるみたいなスタンス、うん、そうですね、確かに、うん、いや
だってもうボーナスもそんなにないんでしょ。まあまあ前に比べたら多分そうですね。それこそまあ初恋太郎さんのライブに出れるとか俺も出てたから。あ、そうなんですか。金近と組む前ぐらいかな。おー